赤崎神社が草敷赤崎神社が草敷は山口県長戸市にある半円形の屋外劇場。国の重要有形民族文化財に指定されている。赤崎神社が草敷き落差敷は赤崎神社の西南のすり鉢状の地形の底面を演舞場、北、東、南側の斜面を観覧席とした馬蹄系の野外劇場で、 総面積は1611.8平方メートル、北側4段、東南側は5段から12段のスタンド上となっている。各差敷の高さは90から170センチメートル、程度を、畳3枚程度の面積に区分されている。差敷席は代々所有権が受け継がれる、個人席、宮差敷、雇用差敷と呼ばれる、神社関係者用の席、法能関係者用の差敷などがあり、 文化財に指定される以前には、権利のない一般者は使用できなかった。明治13年に、赤崎神社の本社にあたる飯山八幡宮に収められた御神門によれば、慶長元年に牛馬の薬病が流行した際に、赤崎明神に併用を祈願した。その後、流行が鎮静化した立岩成寺を感謝して、9月の例祭に館内にある七つの小村楽を踊り、 地踊り、三番奏を奉納したことが始まりという。当初、すり鉢状の地形の底面を鳴らした程度の舞台だったが、奉納芸能が継続されるにつれ、石積みの桟敷席に整備され、落桟敷と呼ばれるようになった。江戸時代に全国的に農村歌舞伎が流行すると、踊りには二面して芝居舞台が建築され、地芝居や南城踊りも奉納されるようになった。 昭和36年に長戸市と長戸市議会から落差式をコンクリート製の円形スタンドに改修し山口国体の相撲会場として誘致する計画が持ち上がった。計画に対して郷土史家と札式の所有者有志が文化財としての保護を訴え赤崎闘争と呼ばれる保存運動が発生した。演劇史建築史民族史地方史など多くの学会が 保存運動に賛同した結果、計画は差し止めとなり、昭和38年に重要有形民族文化財に指定された。開発計画とともに、芝居部隊は取り壊され、桟敷の一部は削られてしまったが、昭和56年と平成9年に、景観保全のために修復工事が行われている。ありがとうございます。